2点を追いかけるヴァンフォーレ甲府、池畑が送るシュート、やった、これは入ったか、キーパー触ったがそのままシュートの勢いが勝りました。ヴァンフォーレ甲府1点を返しました。国吉のゴール、ダイレクトで今いいタイミングでキーパーも ね、 なかなかタイミング測りにくい、よく野田選手もね抑えたんですけど、ちょっと多分逆モーションっていうか飛んだ方よりも思ったところよりも内側に来た感じだったんじゃないですかね。池畑のクロス、これを栗吉が打ちました。今シーズン3点目、まあ、自身通算でも J リーグ3点目、今年の21節の熊本戦で J 初ゴール挙げましたが、それからわずか7試合で3ゴールという量産です、国吉。